はい、おはようございます。白熊です。めっちゃいい天気、今日は。でもそれでも0度。ああ、ちょっと寒いですね。昨日はね、ちょっとお休みいただいて、久しぶりにね、ランチと、それから青森は温泉が豊富なのでね、温泉行ってきました。まあ温泉ってもね、もう青森県中あるんで、青森市内は特に多いんでね、ちょっと行って楽しんできましたね。コペンでね、楽しいですよ。休みの日が本当楽しくなりましたね。雪降ってても晴れてても雨降ってても天候関係なくコペンが楽しい。で、コペンね、私ダイハツの人といろいろ話をしてて気づいたことがあるんですよ。他の車とだいぶこう、まあ購入するときにディーラーさんにも、っていうか担当の人にもね、言われたんですよ。もう他のダイハツの車とは違いますんでっていう、何が違うのかね、車として分かんなかったんですけど、この間、そろそろ私また半年点検なんですよ。で、ハガキが来たんで、ハガキにね、プラグのことが書いてあったんですね。そしたら、だったら、いいプラグがあるんだったら、プラグ交換したいなと思ったんですよ。そしたらね、最初からね、めちゃくちゃいいプラグがついてるらしく、交換するプラグよりいいプラグついてますよって言われちゃいまして、あ、そうなんだ。まあ、作りがね、本当に細かいところでね、やっぱり、すごいしっかりしてるのはもう乗ってて分かるんで、すごい細かいところまでね、ちょっと贅沢にはできてますよ、本当に。で、今日のお話は、まあ、お休み楽しむためにね、自分なりのカスタムということもあったんですけども、カスタムした結果、ちょっといろいろ起こったことがあるんですよ。特に給排気と、特にですね、特にサブコンつけてからですね、確かに上りは強くなったんですけど、もたつく回転数が出てきたんですよ。こう踏み込んで一回グンってこう一回ね、こう伸びないっていう部分がこう出てきて、回転がですね、ゆっくりになるとまたグーンって伸びていくところが、ちょっと谷ができたんですね、結構顕著に。まあそこまで回転数落とさないで走りは別に問題ないんで、まあ面倒くさいんですけど、あったんですけど、まあそれをちょっと気にはなってたんですよ。で、最近ね、あちこちこうコペンの情報をこう見て、 YouTube とか、ね、各ショップ最近活発ですよね、コペンカスタムがね、特に D スポーツめっちゃ力入ってますよね。で、調べていくうちに、見ていくうちに、なんかね、気になることがこうポンと出てきて、何かなってこうよくよくこう見て考えてると、ガソリンですね、燃料、これ廃屋を使ってるのかなっていうのがね、こちらほらすごく目につくようになったんですよ。で、以前は WRX スバルね、乗ってたんで、もうあれは最初から廃屋専用なんですよ。まあ多分標準でも普通に走るとは思うんですけど、もう廃屋ってもう専用になってるんで、ずっと廃屋入れてたんで、これコペンね、廃屋じゃなくて標準だったっけ、ですよね。で、書いてあるんですよね、あそこに、ガソリン入れるところに、燃料入れるところに書いてあるんですよ。でもね、廃屋がやたら目立つんで、最近廃屋に変えたんですよ。そして気づいたら、その谷がなくなってたんですね。こうもたつく部分がなくなってたんですよ。まあ、基本的にサブコンつけてなければ問題ないはずなんですね。サブコンつけてですね、給排気ちょっと変わってるんですよ。特に燃料の量がね、多くなってるんで、出るところが。燃費は確実に悪くなるんでね。そこはね、廃屋にしたことでね、こうぴったし合ってる感じがすごくしますね。
ああ、もうもたつきがないっていうのはもうすごく嬉しくて、早送、まあなんかね、こうちょっと不満があったりなんかするんだったら早送はちょっとおすすめです。あ、でもね、あの普通に乗るの全然いりませんからね、早送はコペに関してだけちょっと本当にいらないので、なんかね自分でちょっとどうかなと思ったらしてみたらいいかなと。私は早送にしてよかったです。ということで今日はここまでです。ではでは。割り切るしかない。昨日サイドミラーに雪がついたんですよ、すっごい、うん、で、わー見えないと思って走りながら、うん、で信号待ちしてて、うん、なんかこう何か気配を感じてふって横見たら、うん、あのタオルで、うん、雪取ってくれたタクシーの運転手の人がいて、おすげえ優しいえとか思ってすごいびっくりして、一瞬ちょっと目があったんで、あどうもみたいなすごいなと思って、気になったんだろうな危ないなと思って、危ないな、まあ、青森雪降ってるってそういう人いっぱい